先ほど内閣府が発表した1月から3月の GDP 国内総生産の実質成長率は3四半期ぶりのプラス成長となりました1月から3月の実質 GDP は前の3か月と比べてプラス0.4%年率換算で1.6%のプラス成長でした3四半期ぶりのプラス成長です 半導体などの供給制約が緩和された影響で自動車の販売が増えたほか外食などのサービス消費も伸びたことなどから個人消費が0.6%増えましたまた2022年度の実質 GDP は前の年度と比べてプラス1.2%でした物価高の影響や海外経済の減速などもあり成長は小幅にとどまっています